というわけで、バンコクのロケット愛好家の皆さん、こんにちは。前回、ロケットが必要とする航続性能であるデルタ V について、円軌道や楕円軌道へ行くまでに必要なデルタ V の計算方法を解説しました。今回は、地球からの打ち上げにおいて必要となるデルタ V について、もう少し詳細な検討を行っていこうと思います。さて、ロケットで地球の周回軌道に衛星を打ち上げる場合、デルタ V に影響を与える要素として、軌道傾斜角や地球の自転の影響があります。軌道傾斜角は、読んで字のごとく、周回軌道がどれだけ傾いているかを示す角度であり、赤道面の角度を0度として、軌道の傾きの角度を示すものです。例えば、国際地球ステーションの軌道傾斜角は 51.6 度であり、これは、発射場の緯度が高い、ロシアのバイコヌールからの打ち上げの安全性を考慮して、決定されたものとなっています。軌道傾斜角がデルタ V においてなぜ重要かというと、軌道傾斜角を変更するためには膨大なデルタ V が必要となるため、目標の傾斜角によってあらかじめ打ち上げ方向を決める必要があるからです。宇宙での軌道傾斜角の変更は基本的には力ずくでの変更となります。つまり、変更したい進行方向に向かって加速すると同時に、向かってほしくない方向について減速させるわけですが、これを衛星に対して行うには膨大なエネルギーが必要となります。目的の軌道傾斜角の速度ベクトルから現在の軌道上の速度ベクトルを引いてあげると、軌道傾斜角変更に必要な速度ベクトルが得られ、必要なデルタ V とその向きがわかります。この速度ベクトルを衛星に与えることにより運動方向を変えるわけですが、超高速で動く軌道上の物体の進行方向を変えるためには膨大なエネルギーを与えなければなりません。極端な例で言えば、赤道面上の低軌道で 7.8km/h で動く物体の軌道傾斜角を60度変更したいという場合、図のような方向に加速をする必要があり、加速に必要なデルタ V もまた秒速 7.8km/h となってしまいます。大量のデルタ V を必要とする低軌道での軌道変更を行うことはあまりありませんが、日本やアメリカからの打ち上げを行う場合、軌道に上がってからの傾斜角変更が必要になる場合もあります。特に静止軌道へ打ち上げを行う場合、軌道傾斜角を30度ほど変更することが必要となっています。人工衛星に大人気の軌道である静止軌道は軌道傾斜角0度の軌道なのですが、軌道傾斜角0度の打ち上げを直接行うことは日本やアメリカの発射場からはできません。地表から打ち上げられるロケットは常に地球の中心方向に引っ張られており、その周回軌道面が地球の中心を通るように打ち上げる必要があります。そのため、発射場の存在する緯度よりも低い軌道傾斜角の軌道面に対し、直接ロケットを打ち上げることは基本的にはできません。打ち上げ中に少しだけ調整することはできますが、高緯度の発射場から静止軌道へと打ち上げる場合、ロケットは、まず、発射場から打ち上げ可能な、最も小さい傾斜角の低軌道へ打ち上げます。そして、衛星が、静止線位軌道の延地点に達したとき、加速によって、軌道投入と傾斜角変更を同時に行います。アメリカのケープカナベラル、日本の種子島の緯度は約28度と約30度であり、ここから静止線位軌道に打ち上げた場合、現地点での加速に必要なデルタ V はおよそ 1.8km/h となります。前回、近地点高度 200km の静止線位軌道での現地点での加速に必要なデルタ V はおよそ 1.5km/h と計算しましたが、それよりも多いデルタ V が要求されることになります。このため、静止軌道へと打ち上げる場合では赤道から打ち上げるのが最も効率が良いということになり、フランス領ギアナの射場を持つアリアンスペースの優位性につながっています。ギアナから静止線位軌道へと衛星を打ち上げた場合、現地点加速に必要なデルタ V はおよそ 1.5km/h となり、日本やアメリカの射場からよりも現地点加速のデルタ V を 300m/h だけ節約できます。現地点加速は衛星側が負担することが多いのですが、この 300m/h のデルタ V の差は衛星維持用の燃料の何年か分にも相当するため、アリアンスペースにとっては大きな強みでした。また地球の自転もデルタ V に影響を及ぼします。赤道における地球の自転速度は約 460m/h となっており、真東に打ち上げるデルタ V を少し節約できます。一般に緯度θから打ち上がるロケットには軌道傾斜角θ方向へ
およそ 464×cosθ/m/s の速度を得ることができ、その分だけ打ち上げのデルタ V を節約することができます。ただ日本やアメリカとギアナを比較した場合では回転半径はあまり変わらず、自転によるデルタ V の差は 60m/s ほどであるため、軌道傾斜角変更の方が必要デルタ V への影響が大きいです。一方で地球を縦に回る軌道、極軌道や太陽同期軌道の打ち上げにおいては、むしろ高緯度から打ち上げた方がほんのわずかに有利だったりします。赤道上からの打ち上げの場合では、極方向に打ち上げたとしても地球の自転の影響で 460m/s の東向きの速度成分が乗るので、少しだけ軌道を傾けてこれを打ち消す必要があるためです。もっとも極軌道打ち上げの総合的なデルタ V の差は、どこから打ち上げてもせいぜい数十 m/s であり、単に自転によるデルタ V の節約効果がなくなるだけだとも言えます。極軌道向けの打ち上げ射場と静止軌道向けの打ち上げ射場が異なる場所にあるのは、打ち上げる向きに障害物があるかどうかや人が住んでいるかどうかの方が影響が大きそうです。ところでロシア、日本、アメリカは静止衛星打ち上げにおける緯度とデルタ V のハンデを解消するため、様々な打ち上げ手法を編み出しており、なかなか面白いです。基本的な方法としては、衛星の負担するデルタ V を減らすために、ロケットが多めに加速を負担するものとなっています。最もシンプルなのは、ロケットの上段によって、アポジキック、遠地点加速を肩代わりするというものです。これは、ロケットの最上段が衛星にくっついた状態で、繊維軌道の遠地点まで行き、軌道傾斜角変更とアポジキックの一部、あるいは全てをロケット側が負担するというものです。日本の H2A のコンド化使用、アメリカ ULA のロケット、そしてロシアのフレガート上段などが行っていますが、ロケット上段の重量分だけ、貨物の量も減るのが難点です。もう一つの方法が、繊維軌道の近地点上げです。これは、打ち上げ時に、まず、遠地点がやや高い楕円軌道に投入、その遠地点において加速を行い、近地点の高い静止繊維軌道へと投入する方法です。楕円軌道の近地点が高いと、遠地点の速度が速くなるので、衛星の負担するデルタ V を減らすことができるという寸法です。ただ、傾斜角変更に必要なデルタ V も増えてしまうため、高緯度からの打ち上げでは使えません。また、アポジキック肩代わり、繊維軌道の近地点上げのどちらも、ロケットに、長時間の航行能力や3回ほどの着火能力が必要となり、技術的になかなか難しいものになっています。そして、もう一つの方法が、スーパーシンクロナス繊維軌道、あるいは二重楕円繊維軌道と呼ばれる軌道を用いる手法です。この場合、衛星は、まず、非常に遠地点の高い楕円軌道へと投入されます。遠地点は、遠いほど速度が遅くなるため、傾斜角変更に必要なデルタ V を減らせます。そこで、スーパーシンクロナス繊維では、この巨大な楕円軌道の遠地点で傾斜角を変更します。この時の加速により、衛星は、近地点の高度が静止軌道上にあるような大きな楕円軌道へと投入されます。そして、この楕円軌道の近地点、静止軌道上に達すると、今度は、減速を行って遠地点を引き下げ、円形の静止軌道へと投入します。これがスーパーシンクロナス繊維軌道です。スーパーシンクロナス繊維では、軌道傾斜角を変更しますが、この大きな楕円軌道を2つ経由する繊維軌道のことを、一般的に二重楕円繊維軌道と呼びます。実は、非常に高度の高い軌道に投入する場合、放慢繊維よりも、二重楕円繊維の方が必要デルタ V が少なくなるという特徴があり、軌道の見た目の割に、デルタ V 効率のいい繊維だったりします。放慢繊維軌道と二重楕円繊維の、低軌道から目標高度まで必要なデルタ V が図になります。このグラフにおける二重楕円繊維では、目標軌道の2倍の高度を遠地点に持つ楕円軌道を経由しています。ちなみに、経由する楕円軌道の形状を定義し、前回説明した通りに、楕円軌道の遠地点、近地点の速度を、Excel で地道に求めると、この図が出せます。みんなもレッツ軌道計算。さて、図では、およそ高度9万 km ほどで、二重楕円繊維の方が必要デルタ V が少なくなると出ています。ただ、静止軌道は約3万 6000km なので、静止衛星投入は、結局、放慢繊維の方が有利です。しかし、衛星が30度の軌道傾斜角変更を行う場合、静止軌道へのデルタ V の差はおよそ100m/s まで縮まり、
そして、高度5万 5000km ほどで、20度遠征位の方が有利となります。衛星側の負担するデルタ V にのみに限ってみれば、傾斜角30度の変更を含むと、ホーマン遷移よりも、20度遠征位の方が有利であり、必要デルタ V も 1.6km/h ほどまで減らすことができています。このようなスーパーシンクロナス遷移は、特に緯度の高い地点からの打ち上げでは非常に有用であり、大きな傾斜角変更を必要とする、ロシアからの静止衛星打ち上げでは多用されています。ただ、日本やアメリカからの打ち上げを考えた場合では、ロケットのデルタ V も含めた総合的なデルタ V を計算した場合、他の打ち上げ手法との差は大きくはなく、ファルコン9などでの利用にとどまっています。日本の H2A コルド化使用や、ULA のロケットでは、アポジキックの一部の肩代わりを行うことができ、こちらの方が、スーパーシンクロナス遷移よりも、やや性能が高いものとなっています。この打ち上げ手法の差は、ロケットの燃料の特性も関係してくるのですが、それは、次の回くらいの話になります。さらに、スーパーシンクロナス遷移では、巨大な楕円軌道を経由するため、目標の軌道へ到達するまでに時間がかかってしまうという問題もあり、衛星運用スケジュールがタイトな時は利用が難しいです。以上のように、アメリカや日本は、最後の数百メートル毎秒のデルタ V のハンデを減らすために、様々な努力をしてきたのですが、近年、このデルタ V 問題は徐々に解消されつつあります。というのも、スペース X のファルコン9が、あまりにも安い値段で打ち上げを行うようになったため、衛星側がより、多くの燃料を積み、多めのデルタ V を負担することも増えてきているからです。そもそもの打ち上げ費用が、アリアンスペースやロシアからの打ち上げより安ければ、衛星側としても、追加の燃料費用を負担しやすくなるので、当然の流れではあります。加えて、イオンエンジンの一種である、ホールスラスターを搭載した全電化衛星が登場してきたことも、高緯度の国々にとっては追い風となっています。ホールスラスターは、化学エンジンよりも、燃費の指標である出力が5倍以上優れており、300m/h ほどのデルタ V の差は、燃料として大きな負担とはならないためです。このような状況もあり、日本やアメリカのロケットはハンデを解消しつつあり、アリアンは前ほど赤道に近いという地の利を活かせなくなりつつあるとも言えるでしょう。ちなみに、ホールスラスターは推力が弱く、一度に大きな軌道変更を行えないため、目的の軌道へ到達するまで、複数の中間軌道を経由しながら移動することになります。ただ、遠地点、近地点での加減策を組み合わせて、目的の軌道への到達を行うというのは同じであり、経由する楕円軌道を決めていって、地道に計算すれば、必要デルタ V は求まります。こうした遷移は、一度の軌道変更で全てを行う遷移よりもエネルギー効率は悪いのですが、ホールスラスターの燃費がとてもいいので、あまり問題ではないです。というわけで、ここまで、前回と合わせて、地球の軌道上に到達するために必要なデルタ V の計算方法について解説しました。地球軌道より、外の惑星間の軌道遷移については説明しませんでしたが、ちょっと長くなってしまったので、また、どこかで必要になった時に、簡単に説明することにしましょう。円軌道と楕円軌道の速度の計算は、自分で Excel でもできますが、それも面倒だという方に対しては、英語ではありますが、便利なウェブツールがあったりします。こちらは、アメリカのロケットベンチャーであるランチャー社が提供しており、右側の数値をいじると、任意の軌道へ、必要なデルタ V を計算してくれます。パラメータをテンプレートで与えることもできます。ちなみに、左側は、ロケットの性能の入力項目で、最終的には、任意の軌道へとロケットが運べる重量を計算してくれます。ただ、ちょっと入力項目が多く、うまく使いこなすのは慣れが必要なので、最初は自分で簡単な計算をやってみることをお勧めします。さて、次回はいよいよロケットがどのようにデルタ V を得るのかについて説明します。ようやくツィオレコフスキーの出番です。本動画シリーズでは、主に近年の宇宙ロケットについて解説する予定です。YouTube チャンネル登録、フォロー、いいね、広告、高評価などをしていただくと、投稿者のやる気アップにつながるので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。